ITF の試合にジュニアたちが出るようになってきました。だから今まで奈良くるみさんとか土井さんとか伊藤達馬、杉田、添田くん、森谷くんとかがですね、どん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 世界、錦織くんの結果をもとにどん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 、まあ例えば朝越さんとかもですね、その当時いましたね、杉山さんとかいました。でそういった日本人選手たちがどんどんグランドスラムで活躍するようになって ATP、WTM 上位ランキング出るようになってきた。そうするとですね、日本人たちがこれはいけるぞと、選手も指導者もですね、やったと、頑張ればなんとかなるということで、この 4G でまあいろんな選手たちが、ITF の世界で頑張って、そして ATP、WTA 出ていって大活躍して、ランキングもアップしていくわけですね。これがちょうど、このどれが一番いいんだと、通信制の学校も出てきた、そしてプロの活動、スポンサーのもつくようになってきた。まあ大変なんですけどね、簡単にはスポンサーはつかないんですけども、スポンサーがちゃんとつくようになってきた。でプロになったらある程度生活ができて、まあ幸せになれるだろうという道筋もですね、こういった錦織くんとかその同年代の選手たちが作った。でその情報をもとにですね、こういう今のジュニアたちが ITF、ATP、WTA でですね大活躍、もう頑張ってみんな海外行きまくってます。で、通信制の学校もですね、私がいた時は普通じゃなかったです。今はもう当たり前のようにどんどん通信制の学校行ってやってますよね。ですから今この 4G はですね、なんかこうジュニアたちが世界で活躍するための道筋ができた、ある程度のノウハウができてきたというのがこの 4G に当たるんじゃないかなと。じゃあこっからですね、まあどのように 5G に行くのか、これがですね、なかなか、まあ、予測というか、これからどうなっていくのかということをですね、考えていかないといけない。一つ思うのは、どんどん多分日本人選手はですね、トップ100、ATP、WTA100 以内、どんどん入ってくると思います。これはですね、やっぱり今まで培ってきたコーチや、それから選手たちがですね、道筋を作ってきましたので、まあ、これによってこういうふうにやっていけばいいんだと、遠征はこういうふうに出ればいいんだと、こういう国ではこうしていったらいいんじゃないかとかで、そういう蓄積がですね、どんどんできてきている。ただそれはですね、現場にいるコーチたちとの情報交換だけで何か形になってない、形にはなってないわけですね。ここで話をして、あそうなんだと、あそこに行けばポイント取りやすいんだなとか、まあ、そういったことがあるので、結構みんなですね、我はとどん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 世界に出て頑張っていってるわけ で、その中で私が今思う 5G、 これから2020年どうなっていくのか、これはですね、最近あるのは、例えば、大阪で言うと2025年、これ何があるかご存知ですかね。大阪万博があります。でこの大阪万博を大阪にこう誘致するために、今の知事吉村さんがとにかく世界飛び回って日本人としての信頼をですね、こう売り込んでいったわけですね。そうすることによって世界で日本人すごい信頼されるようになってる。だから大阪でいうと万博、2025年大阪万博が誘致が成功しました。これ日本人資質があるんですね。例えば我々指導者は、まあ勤勉、すごい努力します。時間もかける、我慢強い、まあいろんな指導者としてに、指導者として必要な実力、スキルがですねあるんですね。でそして今去年ですね、IMG 行った時にも感じました。そして他の国でも感じたことが一つあります。これはですね、外国人って結構適当なんですね。日本人が IMG とかオーストラリア行くとどうなるかというと、まあお客さん、大きなお金を生み出すお客さんなんですね。ですから
まあ、悪く言えばちょっとまあかもられてるというような感じですから、プライベートレッスンやったってなんか座ってることの方が多いとか喋ってる時の方が多いとか、なんかこう外国人もあんまりちゃんとやってないんちゃうかなと。で IMG の、コーチたち見てもトップの選手についてるコーチはまあまあなんですけど、アカデミーと言われている人たちについてるコーチってちょっと年寄りが多かったような気がするんですね。で IMG にいる日本人に聞いてもやっぱり日本人は求められてると指導者が。で今中国でも日本人コーチ日本人トレーナーを募集してなんか育成強化やろうとしているとか、結構ですね世界で日本人のいろんな資質、日本人としての指導者とか日本の文化日本の考え方がですね世界で必要とされ出している。ですからこの 5G っていうのは日本人コーチがひょっとしたら世界のトッププレーヤーのコーチになるかもしれない時代が来るんじゃないかなと思うんですよね。だからこれはですね日本に外国の選手が来るということはないと思います。これ四季折々ありますんで、やっぱ寒いとなんかこうダメなんですよね。だからもし IMG みたいな組織を作るんだったら沖縄とかに作ればいいんじゃないかなと思うんですけども、まあそういった意味で、外国人が日本に来るっていうことはないかもしれないですが、日本人がですね外国に行ってテニスを教えるっていうことがこれからひょっとしたら出てくるんじゃないかなと思うんですね。ですからこの 5G はさらに、日本人の選手、これも今まあ結構な選手がですね、まあ、ハンドレッドに入ってもうすぐ200位切って、それからどんどんで若手選手もどんどん育てていってます。どんどん試合に出てどんどんランキングが上がっていってますので、日本人の、ATP、WTA 大量生産、大量排出、これできるようになってくると思います。 WTA 大量に排出する、これ実現可能やと思います。そして日本人が海外に行ってテニスを教えるという時代が来るんじゃないかなというふうに考えるわけですね。ですから 5G はよりテニスの世界でも、まあ、海外の外、その他のスポーツでも結構ですね日本人の指導者がどんどん流出していくんじゃないかなと思うんですね。この 5G 時代、日本人がもっとたくさんの選手がどんどん世界で活躍するようになってくる、そして日本人が外国人を指導するようになってくると、その中に我々がどうやって入っていくかということがですねこの 5G では考えられるんじゃないかなと思うんですよね。ですから 1G、2G、3G、4G、5G と、SNS でもあるようにテニスもそういう世代ごとにいろんな取り組みがあります。で私はこの YouTube で何がしたかったかっていうと、ノウハウをですね、ここで構築してそれを、全国展開できればなんか、ジュニアの育成強化こうやっていけば世界に行けるよねというものがですね出来上がるんじゃないかなと。でもう一つはねなんかいろいろ考えてるんですけども、こうまあ日本テニス協会さんがなんか指導をしたいんですよね、育成強化をしたいんですよね。だからここはねやっぱ役割分担をしていかないといけないんじゃないかなと思うんですよ。我々現場のコーチは選手の育成強化をする、で育成強化された選手のプロの活動を日本テニス協会さんがサポートしながら、そのサポートも、まあ、コーチングもそうなんですけども、やっぱこのスポンサーですよね、お金がかかってきますので、このスポンサー取りをだから、エージェント的な活動を日本テニス協会さんにやってもらって、ジュニアの育成指導プロまでの育成指導は我々で十分できるっていうのが分かってきてますので、だからわざわざ日本テニス協会さんの人たちが何かテニスの指導をするということはあんまりしなくてもいいんじゃないかなと
でこれをですね、まあ、ある、まあ、日本テニス協会さんの中で偉い方に、なんで現場のコーチ信じてもらえない、現場のコーチが指導するんで日本テニス協会さんは別に指導しなくていいんじゃないですかってこういう話をしたら、君は傲慢だって言われてクソと思って、まあ、伊藤達馬を育て上げたんですけども、まああのまあ、そういったこともありますので、まあ、5G になってくるとより、いろんな組織が役割分担をきっちりして、そして、ジュニアの育成強化をやりながら、じゃあプロになった時どういうふうにしていけばいいのか、今プロの課題の中でやっぱ引率するコーチが非常に少ないので、まあ、それをどういうふうにしていったらいいかなとかって、そういう話をですね日本テニス協会さんの中でやっていく。なぜ、その引率するコーチが少ないのか、まあそれは人材不足、それに値するコーチが少ないっていうのも分かるんですけど、やっぱお金がかかるんで、このお金をなんとかしないといけない、そのお金を日本テニス協会さんがどんどん作るですね、これを考えてもらわないと、誰わざわざジュニアの育成強化なんかをやらなくてもいいんですね、やれてるんで現場で。だからそれをちょっとまあ 5G でなんとか、まあ、組織ごとに役割分担があるんでね、それをやっていけばいいんじゃないかな。そうすることでより、まあ、日本人プレイヤーが ATP、WTA で大活躍するできるようになってくるんじゃないかなというふうに思うわけですね。まあいろいろね話しましたけども、私は私で大阪でですね何か、ジュニアの育成強化のできる拠点、新たな拠点、このワールドアスリートクリエーションセンターっていうのはあくまでも、モデルケースなんですね、ビジネスモデルなんで、この形がですねうまく動けば、まあ他でもできると思うんですね、ですからもうちょっと規模を大きくして何かやってみたいなと、そのための活動員もやってるんですけども、それプラス、まあ、テニスに限らずスポーツというものが、まあ、一般の方々にとってもプラスになるような活動、だからスポーツの力で、地域創生ができるような活動とかですね、スポーツの力で、困ってる人たちが、元気になるとか、そういうアスリート的人材育成、アスリート的私生活改善とかですね、アスリート的生き方改革みたいなことを、まあ、スポーツを通じて、アスリートはもちろん一般の方々が何かプラスになるような情報の受発信や、コミュニティの場をですねちょっと作っていきたいという思いがありまして、今いろいろ活動してるんですけども、だからテニスのこの 5G、 これはですねいわゆる、まあ、テニス界の 5G でもあるし、私今井自身の 5G でもあるわけですね。10周年目を迎えるということとか、オリンピックイヤーであるということとか、まあいろんな 5G 5世代目にしたいわけです。ですからちょっとですねこれを見ている誰かがちょっと私もその話興味あると、こんなことできないかということがあればですね、ぜひ何か、お話を進めていきたいなと思います。ちょっとですねだいぶお話ししてしまいましたが、今日はですね SNS の 5G にちなんでテニスの 5G もあるんじゃないか、でそれを私なり私が指導した時の、スタートとして 1G、2G、3G、4G、5G、 今はこれから 5G の時代が来て日本人 ATP、WTA が大量に、排出されるだろう、もう実際そうなってきています。そして日本人コーチが外国人の指導をするという、日本人が信頼を得て日本人の資質自体が世界で必要とされるようになってくるんじゃないか、実際にそういうことももうちょっとずつ出てきてますよね、それがあると。それプラスなんか、スポーツの力、テニスの力で地域創生とかね、人が元気になるようなアスリート的、テニスプレイヤー的人材育成、テニスプレイヤートップアスリート的、私生活改善、生き方改革、勉強の仕方改革もあるでしょう、そういったことをやっていきたいというですねお話をちょっとしてみました。ですからこの 5G 皆さんもですね我こそだと思ってちょっとねいろいろ一緒にやってもらえたらなと思います。それではテニスの 5G プロテニスフォーラムでした。